さて、新型コロナウイルス対策で外出自粛が求められ、飲食店は厳しい局面を打開しようとテイクアウトに力を入れるお店が増えています。今日ご紹介するのは、天文館のホテルの中に店を構える創作料理店が売り出した見た目も美しい手まり寿司です。先週土曜日の天文館、人通りはまばらで、アーケードにあるお店は軒並み臨時休業し、シャッターが閉まっていました。ちょっと寂しい気はしますけど、うん、食べたいものがあっても食べられないので、ちょっと残念といえば残念です。そんな中、方向転換を余儀なくされているのが、コロナウイルス感染拡大で自粛要請が出された飲食店。まさに今が正念場と話すのは、関西出身の畑義隆さん。全くですね、3月で前年比 70% とかで、4月に関してはもう 30% 割るんじゃないかなという状況ですね。現在はお店の人気商品をテイクアウトで販売しています。妻ともみさんもお手伝い。夫婦でお店を切り盛りしながら、突然訪れた予期せぬ困難に立ち向かいます。はい、ありがとうございます。手まり寿司の桜です。やっぱり天文館が元気がないのは僕らも悲しいですね。まあ、いい情報があればどんどん僕らもテイクアウトで、お邪魔しておいしいご飯を食べたいと思います。お店の人気メニューがお家で食べられる期間限定テイクアウトをご紹介します。3年前にオープンしたホテルゲートインの2階にある地鶏とお魚晴れ屋、創作和食が味わえるお店として、ホテルの宿泊客や結婚式の二次会など、先日まで多くのお客さんでにぎわっていました。2月の一番最終の週ですね、にコロナウイルスの、感染がいよいよ日本にも広がってきたタイミングで、300人ぐらいキャンセルがですね、2月と3月分合わせて、300人のキャンセルが出ちゃったので、売上は激減。コロナウイルスが収束するまでの間、ランチで人気だったメニューをテイクアウトで販売することに。こちらは一口サイズの手まり寿司。マグロ、カンパチ、生ダコ、サーモン、合鴨のロースとか生ハムとか、店さんはカンパチですね。はい。お昼時、お客さんがやってきました。なんかこうリッチなお弁当な感じはします。こういう形でのなんかお互いいい形で支援できたらなと思ってます。今日は初めて弁当を頼みました。少しでもご協力できればと思いまして、はい、すいません。実はお弁当以外にこんなものもテイクアウトできます。お邪魔します。ありがとうございます。海の幸がたっぷり乗った寿司ケーキです。寿司ケーキって言われたら皆さん何かちょっとピンとこないと思うんですけど、味についてはもう完全にちらし寿司なんですけど、ちらし寿司をお腹いっぱいになって食べるっていう意味では、割とリーズナブルで、持ち帰っても楽しめるメニューって何かなと思って。オープンして3年、ここ最近はテイクアウトを毎日作り続けています。今もうほとんどですね、スタッフに関してもいませんし、当然お客様はいませんので、ほとんど自分一人っていう時間が長くて、そこでシーンっていうした中でですね、仕込みをしたりとかしてますので、そこの寂しさっていう部分ですよね。大阪出身の畑さん、全国チェーンの飲食店で働いていた頃、鹿児島に赴任し、鹿児島の食に魅せられお店を開いたそうです。初めてのテイクアウト、手探りながらも懸命に前へ進みます。人との接触を最低限にするため、お客さんにはホテルの駐車場で電話をかけてもらい、その場に届けるという工夫もしています。気持ちが暗くなる自粛ムードの中、テイクアウトで
気分転換をしてみることもいいかもしれません。応援の気持ちも込めて、テイクアウトさせていただきたいなと思ったのと、あとはやっぱりドライブスルーっていうところで、やはり安心安全な非常にイメージがありましたので使わせていただきました。娯楽が減ってると思いますので、割とこう攻めの娯楽というか提供できる娯楽って少なくなってる気がするんですよ。そこはもうどんどんまた新しいメニューも実は考えたいと思ってまして、なんですかね、楽しんでいただける唯一の娯楽として、買っていただけたらいいかなと思ってますね。お寿司のケーキは本当に彩り豊かで、またボリュームもありそうでしたね。さあ、それでは今日ご紹介したお店ご紹介します。こちらですね、ホテルゲートインの2階にあります晴れ屋さんです。鹿児島市の船津町です。営業時間はこちらご覧の通りになっています。さあ、そしてこんなサイトがオープンしています。鹿児島出前便です。このサイトではテイクアウトやデリバリーが可能な飲食店が掲載されています。本日ご紹介した晴れ屋をはじめ、他のお店もどんどん増えていくということです。ぜひ皆さん、チェックしてみてください。以上、この店、この味でした。